皆さんこんばんは。明日スプラトゥーン3が発売される日にちになりました。スプラ2で遊んできたイカちゃんたちがみんなね、スプラトゥーン3に移動する時期かと思うのですが、僕もスプラトゥーン3をたくさんやり込もうかなと思ってます。つきまして、本日よりスプラトゥーン2の動画はですね、お休み、いやもう卒業に近いんじゃないかな、全然上がらなくなってしまうと思うのですが、動画投稿少なくなってしまうと思うのですが、絶対にやらないってわけではないので、ご心配しないでください。その代わりスプラトゥーン3の動画をたくさん、今までよりもたくさん上げていこうかなと思いまして、よかったらこのままずっと見ていただければいいなって思います。スプラトゥーン2はこれでお分かりになってしまいますけども、一回一区切りね、ここでしといて、また3でね、楽しめたらいいなって思います。ずっと5年間やってきたゲームやらなく、なんか終わってしまう、サービス終了ではないけど終わってしまうって考えると寂しいけど、まあこういうことはね、まあ少なからずこれからもあると思うので、はい、皆さん本当にありがとうございました。動画見ていただいてありがとうございます。で、報告なんですけど、スプラトゥーン3になったら、俺の今の YouTube のチャンネルのアイコンが、ピンクと緑の猫ちゃんのアイコンなんですけど、まあ、それがね、リニューアルして新規一転するということで、スプラトゥーン3仕様になりました。可愛くなるので、皆さん期待して、まあ、今日の12時ぐらいから変えていこうかなと思ってます。はい。まあ、嬉しい報告もあるし、悲しいこともありますが、今ちょっと気になってるのは、僕のイカちゃんの股間の部分になんか、びっくりマークがついてることなんですよね。たまたまなんですけど。いないいない、ばあ。いや、もうみんな本当にありがとうございます。スプラトゥーン3でも、ま、本当によろしく。これからも、よろしく。あと5年は、やります。宣言、5年やる宣言。みんなが大人になっても、みんながおじいちゃんおばあちゃんになっても、やろうかなと思います。それではこれにて、スプラトゥーン2、最後の動画を終了したいと思います。本当にありがとうございました。